はい、こんにちは、大竹誠です。今日は2月の11日木曜日。<laughs> 今日のパートナーはこんにちは、三浦康子です。はい、私の横には大竹秀明です。よろしくお願いします。そして木曜日ははい、おじんおずぼんの高松です。おじんおずぼんの篠宮です。お願いします。はい、よろしく。えーっと、気温は8.1度。ね、湿度は30%。寒いのか。 寒いまあでもあったかい気がする。昨日がめちゃめちゃ寒かったから。昨日もピュウピュだったもん。あだからか。ね昨日実家に帰ってまして。あ本当。ちょっとまあちょっと用事があって急遽実家に帰って。ま実家が寒くて寒くて くれしちゃった。実家って和歌山だろう？愛知県。愛知県、愛知県って暑くあれへんって暖かいんじゃないの？あったあの日日射はねあのなんつうの日照時間はすごい長いんですよ厚み半島。だけどあの海風が半島だからもう太平洋とあの湾ともうビュ風の強い半島でビュンビュンで。あそうその強い風がそのすべすべの肌を育てたんです。真っ白だね引き締めてねサムカッ寒かった 実家が寒くてびっくりして一軒家だろ一軒家で、うん、もうお父さんが定年退職した時に、うん、もう子供は全部出ちゃうでっつって建て直して平屋にしたんですね平屋にしたお母さんのあ<ー>住みやすいようにっつってあ二2階作んないのうんあの多分年取るで階段面倒くさくなるっつって、うん、あ平屋にしてそ、まあ、すごいな2階作んないんだうん 普通まあ、東京だからかね。東京だからですね。2階あ2回ったら、ちょっとね、なんか、優雅な気持ちな、うん、そうじゃないんだ。平屋なの。もうびっくりした。外気と同じだもん。寒い寒い寒いって、ただいまって帰ったら、家の中も同じ温度で、寒い寒い寒いって。で、てリリビングい行ったら、リビング入って、ただいまって言ったらさ、出てこん気もしないの。し、うん、さ、お父さんとお母さんさ、家の中寒いもんでさ、上下ダウン着てんの、家の中でリビングで。で、お父さんとお母さんがさ、こうさ、ソファーがあって、はいはい、ソファー、うんうん No... とこに2人で寄り添って座って同じ毛布膝にかけておかえりってもねどれだけ仲がいいのって言ったら違う違う仲がいいわけじゃなくて節電節電っつってあの足元にホットカーペットの半面だけ電気入れてあの半面だけの足だけこのホットカーペットの上に2人乗せてでそダウン上下来て2人で並んで膝に毛布かけてどういう暮らしで生きててんの 元気なんですよ元気でも定年して完全退職してももうどれぐらい結構長いですねお父さんももうお母さんが70になるつうでお父さんが76かな今度ほいでいや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 でも平均寿命から言ったらまだ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 いつも「何やっとる?」って言って完全に10年ぐらいも働いてないわけでしょそしたら「忙しい」っていうもんで えまさか、もう毎日やることなくて飽きんって聞いたのも、うぶっちゃけ飽きるでしょって言ったいやもう毎日忙しいよ、つって。お,<う>お母さんなんか相棒2回見てるよっ,って言うで。えちょっと待って、お母さんの、ちょっと、ちょっと詳しくタイムスケジュール聞いていいって言ったら、そしたら、朝起きてご飯作るら、洗濯するら、もうお昼ご飯だでお昼作るら、ほ<う>いでちょっとぼーっとしと相棒の再放送が始まるで見るら、で、 あの、スポーツジム行くら、うん、で、帰ってくると晩ご飯だら、うん、で、晩ご飯食べてぼーっと人と,と相棒の、本当のリアルタイムの相棒始まるら、うん、で、相棒見るら、うん、お風呂入るら、うん、もう寝るら、うん、もう朝じゃん、忙しいじゃんね、つって。っ <laughs> 飽きんって言ったら「忙しくて忙しくて」って言われて「<laughs> えすごいね」っつって「充実してる充実してあぶんにかも見とるだよち」ちょっとアイボん見すぎじゃない <laughs> <laughs> だってもう分かってんの一回見りゃ一回見とるだけど、うん、天才的にあの何年か経つと忘れちゃうんだってでも再放送見ても毎回興奮するんだって「犯人 <laughs> 誰だよ! <laughs>」すごいねと思ってもういや幸せだねっつってで幸せだよ よく分からんけど、うん、お父さんはだってやることないだろういやお父さん本ばっか読んどんだけど、うん、まあ目悪いのに本ばっか読んでなんか知らんけど研究をしとるどこにも発表しない <laughs> なんかじゃんけど、本が好きですごい読むんだけど、今、緑内障と白内障と両方あって、とにかく目がウィークポイントで、お父さん。まあ目がなかなか大変だけど、もう読みたくてしょうがないんだって。ほんで、本がいつもテーブル置いてあんの。で、なんかいろんな紙が刺さってんの、メモ帳が。で、パラッと見ると、何をどう抜粋したか知ないけど、もう社経のように美しく気に入ったフレーズをね、綺麗にね、綺麗に写し人るメモがちゃいちゃい入っとってね、お父さんお父さんでそれでね、 てて暇がないいつってねただ忙しいわすごいなと思ってでたまにスポーツジムは行くわけたまっつより結構まめに行っとんのでお父さんスポーツジム行って偉いねっつってんどんなことやっとるっつったら「うんスポーツジム行って疲れる前に帰ってくる」って「はい」お父さん筋トレとかは?」っつったら「うんだ筋トレ」じゃなくて「疲れるまではやんない」っつって。 疲れる前に帰るって思って、多分マシンを、多分最初の5、6回ってさ、無反応な時あるじゃん、うん。うん 知らなないけどそうなの大体いい疲れ出してから10回やれとかが筋トレじゃん、うんうん、最初やったらもうそれぐらいの筋力あるじゃん、うん、だからその段階でも帰ってくるだって、うん、でも永遠に筋肉が増えないっていうね、うん、素晴らしい運動法でね、うん、もう2回ぐらい増やした方がいいじゃないか、やーっつったんだけど、うん、うん疲れるのはやだで、お父さんは研究が忙しいでっ,つって <laughs> どこに発表すると思っても、やだと思って。 それは、どういうふうに思えばいいんだな。まあ、忙しいるの知ってるの知ってるのかわいいなと思って。かわいいよな。で、幸せそうな、じゃないだって。まあ、幸せそうですよね。仲いいですね。でも、ダウン着てて寒いんだろ寒い。で、廊下出たらめっちゃ寒いの。だから、あの、お年寄りってさ、お風呂場とかトイレでさ、倒れちゃったりする通常、あの、寒暖差って言風呂のタイルが冷たかったりね。ヒートショックック。ヒートショック だらけをうち、うん、今だけがかろうじてちょっとあったかいぐらいだもんで。うん もうももうう危ないでさ、もう倒れるのあれだでもとにかく暖房いっぱいつけてくれっつってんだけど、なんか節電っつってニコニコしとるもんで、もう、だ何にも聞いてくんないなぁと思って。普通さ、あの、実家に帰ったりすればさ、あ、や、やちゃん帰ってきたのと、ね。あのやちゃんの好きな料理作って、作っとったよと、ね。で、なんか、子供の時からこれ出したら、やちゃん大好きだったね、みたいな。ありまそれで それでなんかお父さんが横で黙ってそれをなんか黙って見てて近頃なんか仕事はうまくいってんのかみたいな感じだと思うんだけど違うんだそう,そういう,なんかこう何か野菜炒めのどうのこうのみたいなの作って私のためにご飯は作ってくれないです。 ちょっとなんで、ちょっと、ききなんでなんでかきか聞いていい私は三人兄弟でも何度も言うけど、お兄ちゃんと妹がおって、まあお兄ちゃんは結婚しますわ。で、妹も子供も孫もいる、家族でしょ。そうするとね、この二人が帰ってきたときはね、ご馳走作ってんですよ。 うん、<laughs> で特にお兄ちゃん帰ってきた時はその気遣いたるよ。<ー>もうもういつも牛肉でなんかすき焼きだなんだ<ー>とかさ、なんかさ、カニと、なんか。うんうん どんなパーティーやってんだっていうようなあれなのに、<ー>やっちゃんはどうせまたお友達と外を食べ行くらっつって、うん、やっちゃんはいつもさ、うん、あの、親戚のおばさんが作った、うん、あの、もう売り物にならん、うん、ダメな野菜を、あの、ざっくり切った漬物 <laughs> とか、あの、なんつうの、お世話でもらった、もう、うん、じいさんばあさんだもんで、ねうん、チーズとかも食べるもんで、ね、うん、そのなんか、丸い6ピースチーズと、白菜の <laughs> 塩漬けと、やっちゃんこれでいいらっていうもんで、ね、 おいそう。食にもほどがあるな。やっちゃえば、なんか、どうせお友達を食べるで。そうじゃなくて、そうじゃなくて、子供の頃好きだった、これが好きだった、みたいな、帰ってきたらなんか、こうなんかこう、俺なんかもう僕ら死んじゃったけど、たまに帰ってきたらなんかこう、あの、ちっちゃな味をね、こう、あの、生姜とお醤油とみりんで煮たやつがザーって出てくるやつとか、こう、 そうういのがあってお父さんとお母さんが自分用に作った大根となんか手羽かなんか煮とるやつがあったもんで、それはお友達、ご飯行く前に、ちょっとお腹空すいたで食べるってって食べたら、予想外においしかったもんで、あの2人の大根が足りなくなるまで食べてやった、なんだろう、ちょっと久々になんか子供の気分になっちゃって、私頑張ったら大根1本食べれるでねって言ったら、また嘘ばっかりっていうんで、いじになって大根すげえ食べてやい本当子供本当 <laughs> 何だろう急になんかちょっとテンション入っちゃってなんか久々にちょっとおやつしゃべったもんで甘えてあげた方がいいかなと思って。 お前ももうそろそろいい年だし、<laughs> いい人なんかはいないのかいどうだいみたいな話はないのかない、全くない。そこもうなんか親ももう触れもしない。うんえー、やっちゃんに関してはも全く何もない。やっちゃんちょっとなんかそこに,そこに触れてくれるなみたいな、なんかこう、お<あ>みんな出してんじゃんないいや、でも、二十歳の時から一回も言われたことないです。一、うん、回もその恋人とか結婚相手っていうキーワードは、 やっちゃに関しては、一回もないですね。で、だってお兄ちゃんとか妹はあるのいや、お兄ちゃんと妹も、うちはなんか結構ま、なんかお堅い家庭だったもんで、そういう礼話とかちょっとそういうの結構、ちょっとタブーな空気なんか上手じゃない空気があって、お兄が初めて恋人連れてきた時はもう結婚相手ですだったし、まあ、あきこさんもそうやって紹介した時は結婚相手だったもんで、そんな感じで。 もうちょっと突っ込んでるのはお前の稼いだ金とかなんか狙ってない全くなのよそういや一時ずっと仕送りしとっただけど仕送りもいっぱいになったでもういいよって言われたもんでもういいのってお前って縁切りたいんじゃないやでも立派っちゃ立派やそれは多分それ立派だよ使わずにもしもの時の入院費として全部使わせてもらうでっつうもんでじゃあ取っといてねっつって うちのおふくろなんかもうお金はもううまいよ、ね、まあ俺に似てるのかもしれないけど、うん、口から生まれたみたいなおふくろで、うん、もうまあまあ、こと困ってんだよ、もうここはうまくいってんだけど、こっちがちょっと足りないんだよみたいな、<え>もう本当にうまだよ、私、一回だけ言われたな、ずっと仕送りしとって、なんか年金ちゃんともらっとるで、どういう経済かなんかの状態って言ったら、意外と。 大変じゃなさそうだったもんで、じゃあそんなに仕送りんでもいいのかななんて思って、ちょっと仕送りしなかった時期あったんですよ。今もしてないのかな。それで、しなかったら、ど半年ぐらい経った時に申し訳なさそうに電話で、やっちゃうあのー、仕事が、あのー、 うまくいいってないのかねだから,すごいからボール投げるのんねなかなか気づくまでわからないじゃん確信が何が言いたいかいや普通だよ順調だよっつって,ってうんあのー。 なんつーのかねあのまああのいつもあのあったじゃんって <laughs> 何がもう <laughs>、まあ、あ,あったあれがねあの振り込むのがだってやっちゃう仕事大丈夫かなーって気にしてって言ったもんで私が冗談で「金の無心か?」っつったら「<laughs> 違うよ!」ってもう切られちゃって「<laughs> <laughs> そんなこと言うわけないでしょ」っつって。<laughs> まあでもまあ ちょっっっとててた時期があなるほもううちなんか僕らはもうあれだ死んじゃったからいいんだけど死んじゃったやつで悪口言ってもしょうがないけどお茶の先生がなんかやっててだから死んで「これであれだもうあれが足んない」とか「まあいいよ」ってまあねこっちもなくやそうだけどちょっとは余裕あるからねまあいいよみたいなこと言ってこれでさお茶の先生やっててこれ死んだらこの。 柳氷2つ柳氷ついっぱいの帯留めが出てるうわいやいや知らないけど女の人はす、すま,あまあおふくろっていうか女の人はすごいなと思ってねな、うん、もう何百個ですね柳氷二個,個分だからね。ね それは弟に聞いて俺は現物は見てないんだけどこんなだったんだよって言われてさいやいやいやちょっとあのなんかうちはなんか親父が死んじゃってからずいぶんたってるから立ってるからそれお茶の先生でやってたからかもしれんけどもねそこら辺は分からんけどもいやでもそういうのちゃんと大事にねなんかこういるかそんなにどう考えたっていらねえだろうと思うんだけどね。欲しかったな私も あそうだね、まあ、だどんなんだか知らない、まあ、安いのたくさん買ったの、い安いのたくさん買ってたのかもしれないし、すてきよね、うん、だからそういうね、なんつうの、うん、まあちょっと不謹慎な話ですけど、形見、うんうん、になるようなものってうのが、うん、うちの実家には何もないんだよな、うん、その小さくてちょっと思い出がこもって高価なものみたいなのが一個もないもんであるじゃないですか、お父さんのダウン ダウイヌの毛だらけだよ。<laughs> <laughs> 寄り添って二人来たら。なくなるんそれ期待じゃない。本当にんそんうもいらない私普通に実家帰ってないなぁと思ってまあまあまあ全然元気だってまだまだいいだけど。うんうん なななんんかかあるねねねそうういの小さでも私も意外とそういうの思ったことすぐ口に出ちゃうもんでちょっとなんか貴金属買ってよっつったら「なんで?」って言うもんで「いやちょっとなんかもしものことがあった時にそれを見てお父さんお母さんって思うでさそのための貴金属買って」っつって何ちゅうこと言うてんすよそれは怒られたんでだよまた死んやせんっつってうん。いうことはあれだよな あのま別にいいんだけどお前もそろそろ少し貴金属私が言ったものの言われると今年45になっちゃうやばいこれは黒沢にこのペアだって鬼やっこにってこんな現状の仲間たちへこのスター入るときは真ん中にダイヤを置いていただいて。 <毎>週まあでも言われてみればもう、はい、俺もあれだよな別になんかこう俺,俺んちも金目のものはないな。う 眼鏡をみんなで分けじゃなこれは阿佐ヶ谷姉妹にメガネタレントだでてみんなかけれるで阿佐ヶ谷にんでいや二人ともメガネだもんで合わねえよ俺のメガネ私にも一本くださいこれはら浦にええ俺も準備するのそう順番から言ったら俺が先かあそうですよとかよもうやんなっちゃったなやんなっちゃうあの 飼ってた猫の首輪が余ってるんだけどさ猫は嫌がってしないからやるかお前。いいねいらない猫の首輪は猫の首輪猫のこは、ね、まあそうか思い出すかラジオで猫の話してたなぐらい思い出すかな <laughs> <laughs> チョーカーみたいにしてつけてもらって。猫の首だよ。腕にハマるかな。いやいやいやね。まあでも久しぶりだね。実家に実家のタロコちゃん前からずタロコちゃんって何犬犬です。四代目タロウです。四代目タロウだけど四代目メスだもんでタロコちゃんっていう名前なんですよ。うち世襲制だもんタロウっていう名前がつけちゃダメっつうのでタロコちゃん。 タロコちゃん、相変わらずバカでした。バカ散歩とかたがらないや、散歩とか行きますよ、ちゃんと朝と、お父さんなんかで、朝散歩して、そしたらあの極寒の中、またダウンの上にダウン来て、タロコの横に座って、新聞2時間読むって。え公園とかそういうとこで違う違う、タロコの公園の前で、小屋の横ですね。 小屋の横で太郎がこうやってお座りして、その横にあの幼稚園から払い下げでもらってきた木のちっちゃい椅子を置いて、そこにお父さん座って二時間隅から隅まで日当たりがいいところですか？日陰。修行修行か修行。なさってんのない負から二時間。横の太郎コちゃんが頭よくていろんなゲームとかするんだ。全く。え？うちもうタロコちゃん十年だけどお座り以外何もできんもんで。 だと、タロコちゃん、ボールで遊ぶのが好きだもんで、うん、あの、お父さんとかお母さんとか来ると、うん、どっかからゴムボール加えて、ペラペラって出てくんの。うん、遊ぼう、遊ぼう、みたいなソプリすんの。うん、うんうんうん、で、 じゃあ、タルちゃん、遊ぶかーっつって、お母さんがあって、はい、ボールちょうだいボールちょうだいって言うと、えー、えぇ、ーえー、っで、ね、何がしたいタルコちゃんって言う。で、お母さんもなんか、はい、タルコちゃん、ボールちょうだい。はい、ボールちょうだいね。つって、首根っこガッとつかんで、は、ブイッては、引き剥がすの、ゴムボール、ブイッて。ほいで、やっちゃん、見て、タルコちゃん、すごいだよ。つって、こんな技ができるだよ。つって、ほんのなんつの、高さでいう、2メートルぐらい。うん、ゆっくりボール投げると、それをタルコが、あの、ノーバウンド パクってやるわけ <laughs>、うんうん、すごいねすごいねって10年かかってできた芸それだけなのすごい天才だね太郎子ちゃんっつってうーんそれ3回に1回しか成功しないんですよ3回2回は頭にコツンと当たってんのそうやってお母さんがすげえ怒んの「太郎ちゃん何で後ろ向いちゃう?」っつってでもあれだよねまあこの間この番組に養老たけしさんっていう人が来て言ってたけどーーあのー。 犬を飼う人間は、社会性がとってもあると。うん、ああ、あるあ、えー、そうかもしれないですね。うん、社会とちゃんと向き合ってるっていうかね。うん、で、猫を飼う人間は、社会性は全然ない。うん、うわそうか、うん、どっちか。うん、あーで、ヨロ・タケシさんは、すごい猫飼ってる。<laughs> 社会性ないん。<laughs> だ俺には社会性がないっていう。あ<ー>、まあ、なるほどね。 き昨日もタックルかなんかでやったけど、あれだよ、犬の飼うのと、猫の飼うのが拮抗して、今、ちょっと猫がもうすぐ、そういうなんか番組とかニュースよくあるけど、もう別に、ねどっちがブームでも、つブームっつうのもよくなくないっていう。でもね、き昨日の番組でやって、まあ、それ見てくれば別にいいんだけど、なんかこう、猫は多頭飼いっていうのがあってね。 何匹も飼っちゃう,うんあ町にいましたもんね昔猫ババがって小屋敷ありましたね。でそういうこと専門に詳しい人が来て「うん、この、あのー、じゃあ何匹ぐらいが適切なんですか?」みたいな話したら「つえっ?」せ でも4匹ぐらいですねそこの横にしょこたんがいてしょこたん10匹飼ってるねああそうだそうだしょこたんめっちゃ飼ってるしょこたんがビクッとしたうちを2つ部屋2つに分けてるから5匹ずつですとか言い訳してるそれでも1匹ずつ多いじゃねえかおめえはすげえ太ったねかわいい猫飼っとったしょこたんはいはいそいつにおしっこ引っ掛けられた 番組中に番組中に番組中にひの上の人たらおしっこザーておしっこーてお前には何にも懐かないなくって何も犬はダメ猫はダメ男もダメ何にも懐かないな最近雄太も懐かんくなってきて雄太もな雄太も昔はねあれも物で釣ってたからだよ 物で釣ってないよ。物で釣らんかったら釣られんくなっちゃった。<laughs> 私は物では釣らないと思って一切物を買わんかったら、ああ怖いババアって言われて。<laughs> 厳しいババアが来たみたいな。<laughs> 何も買ってくれない。えーと思ってさー。やっぱお前なんか金目のもの買っとけ。<laughs> <laughs> これは言うたに。<laughs>